こんにちは、ひかりです。今回もね、トイプラネット高崎店さんの仮面ライダーコーナーを見ていきたいと思います。さあ、今回もね、仮面ライダーアイテムがね、大量にありますよ。量がすごいからね。カットビライダーだって、こういうの出てたんだ。これ多分当時出てたやつだよね。アギと放映中に多分出てたやつですね。 G3 とかだからね。おー、01。あ、サウンド戦士ね。ヒュンヒュンっていつも同じような音しか出ないやつね。面白いよね。フィギュアの出来としてはすごいいいからね。出た、タイムマジーンですね、これね。今値上がりしてるよね、アマゾンではね。多分なんか一緒についてるライドウォッチがみんな欲しいんだよね。リスクアニマルアタッシュ。お、これはなんだ、兜系の劇場版のやつかな、の3体セットですね。値段は安いけど、フードパーツが全て欠品って書いてありますね。あんまり知らないライダーだね。やっぱ劇場版の、ね、特別ライダーみたいなやつだから、あんま知らないね。3体セット。おお、龍騎だ。お、かっこいい。モンスターと一緒じゃん、あのドラゴンのやつ。これ面白そう。なんか遊びやすそう。おお、必殺技のシーン再現できそうじゃん。あ、これロストドライバーでしょ。片方ないやつ。片方ないやつの方がちょっと高いよね、確かね。ダブル、ダブルもね、昔見てて、その時でベルト買ってるんですよね。サイクロン、ジョーカー。お、オーズもありますね。オーズ系もね。オーズドライバー、白い魔法使いドライバー。へえ、そんな名前だとは知らなかった。で、上の方にこういうね、箱入りでいっぱいありますね、ベルト系がね。この後ろの棚が、武器とかがあって、こっちの棚がベルトですね。まあ、ベルトオンリーだね、ここら辺はね。まあ、仮面ライダーはね、アイテムとしてベルトが一番だからね。ベルトありきでいろいろ出るからね。ベルトと武器が最近連動するもんね。こっちが武器ですね。お、フォーゼもあった。あ、キバだ。お、クーガじゃん。当時のやつなのかな。あ、当時クーガ見てた時さ、デラックスベルト変えるチャンスあったんだけどさ、買ってもらわなかったわ。そういえばクーガとかアギとリュウキとか、当時クリスマスプレゼントの選択肢の一つに入ってたんだけど、多分戦隊系買っちゃったんだよな。買っちゃったというか、親に買ってもらったんだけど、戦隊ロボとかの方を選んだんだよね。あ、ソフビ選んだんだっけな、ゴジラ系の。テンガン、これもいずれ欲しいんだよね。ティッコンっていうような音が好き。いっぱいあるね。でもバカ安にはならないね、これはね。これはファイズのやつかな。お、カンドロイドあるじゃん。これ高かな。お、ウィザードか。で、上の方にもいろいろアイテムがあるのかな。うん、箱入りやっぱいいね。箱のデザインがすごいね、最近明るくて好き。ガイム、ズバッと切って変身だっけ。
いや、ガイムのね、ひなわ大大 DJ10 とか欲しいんだけどね。お、これ G4 じゃなかった？違ったっけ？そうだよね、劇場で版で出てきた気がする。当時映画見に行ったもんな、アギトの映画は。クーガって映画あったっけな。クーガの映画は覚えてないな。アギトの映画は確か見た気がする。 G4 とか、あとなんか G3 がもう一人出てくるみたいな、なんかあったような気がするんだよな。最近はライダーもね、映画確実にやるからね。いや、でも今はなんか映画館で見るの、なんか子供連れとか多そうだから、なんかそストレスになって見れなそうだから、やっぱ映画は家で見ちゃうかな。子供系の映画はね、やっぱ子供が多いやつはちょっと集中力が、まあ、平日の昼間に行ってもいるもんね、子供連れね。ドラえもんとかも、あ、そういえばドラえもんの映画延期になっちゃったね、コロナウイルスの影響でね。ドラえもんの映画も見に行きたいんだけどね、まあ延期になっちゃったからいつになるか分かんないけど、まあ最悪 DVD は絶対買うんでね。お、メテオドライバー、ティンティンティンだよね、パチンコみたいな音鳴るんだよね。これはそんな高くない気がする、メテオドライバーって。値上がりもしなかったよね、あんまりね。フォーゼドライバーもそうだけど、これこれ今でもこう2000円ぐらいでこうフルセットで揃うからね。おうす、イグアナだ。これパーツがね揃ってればかなりいいですね。これ揃ってるのかな。僕が前買ったやつ揃ってなくてあんま遊べなかったんだよね。やっぱエグゼード明るいな、ベルトの色が。でこっちの方には100円じゃないこういうねコレクションアイテム的なのがありますね。なんて言えばいいんだろう、コレクションアイテムでいいのかな。こういうウィザードリングだったりさ、アストロスイッチとかオーズメダルとか、オーメダルだっけ、オーズメダルだっけ、どっちだっけ、やべえ、教えてもらったのに忘れちゃった。で下の方が100円ですね、6シード。シフトカーもあって、ゴーストアイコンもあって、ガシャットもあって、フルボトルもあって、ライドウォッチもあります。でショーケースもあってね。ビルド、ビルドってどうなんだろう。ベルトがさ結構こうゴツゴツになるじゃん、大きいフルボトルみたいなやつ入れたりすると。それが面白いよね、ベルトが進化するんだよね。でこの水色のこれ欲しいんだよな、横から潰してやるやつね。ビルドも見たいなと思うんだけどね、まだ見れてないんですよ。ビルド今頑張ってストロンガー見てるっていう謎の状態だからね。やっぱエグゼードのベルトは安いね。エグゼードのベルト自体が音鳴らないからね。はい。
ということでね、今回はね、トイプラネット高崎店さんの仮面ライダーコーナーね、中心に見ていきました。この動画良かったなと思っていただけた方は、ぜひね、評価ボタンを押していってください。お願いします。それではまた、バイバーイ。